ちらフライドチキン屋さんなんですけど、日本語が書いてあります。これがリンポジョといって、牛乳と卵と新ガニで、自家製のものです。いただきます。おいしい。すごい濃い味ですね。こちらがですね、ラジオ局になっています。ラジオヤグワリっていうものですね。金属の壺みたいなのは牛乳売ってますよってことです。今日はですね、トマトとキヌアと蚊取り線香とチョコレートね、買いたいなと思います。ボナスディアス。アイキヌア10. 10 boliviano? Ya. ¿En fibre? En fibre está la libra 10. Ya. ¿Cuánto es esto? ¿Un hito? 24. Ya. ¿Hay cambio de 20? Sí. Ya, gracias. Hay el huesero también, ¿no?はい、野菜売り場にやってきました。トマテ ¿Cuánto le damos a 5 el kilo? 5? Ya desde Amanda, pero como algo. Gracias. ¿Hay brócoli? ¿Brócoli? Sí, ¿cuánto es? No lo sé, mi mamá.Yo todavía no sé cuánto es el brócoli, pero mi mami se ha ido ya. Allá, tiene que esperarlo. Ya, ya. Voy a esperar, gracias. Señora, ¿chocolate de 25 llegó?¿Cómo? Chocolate de 25 bolivianos. No, no llegó. Ah, no llegó. Ah, ya, mañana creo que iba a venir. Ah, ya. Entonces, este marshmallow. ¿Hay? ¿Uno? ¿De 15? Sí, ¿de qué? De 17, de 10. Ah, ya. Nada más. Ya. Muchas gracias. Gracias. A los 車のおじさんに彼の農園で採れた桃をいただきました。さっきですね、道を聞かれて、教えて、で、もう一回別のところですれ違いざまに、桃あげるよって言って、こんなたくさん桃いただきました。こちらがバジェグランデの空港のようです。ほとんど、あんまり離陸、着陸ないんですけど、まあ、いざという時には、この空港がね、使われるんだと思います。こんな感じで空港って書いてあります。ちょっとこの橋を渡ってみよう。空港とはいえど全然こう滑走路とかはなくて、向こうにサッカーしてる人がいます。はい、こちらはですね、ある方にいただいた蜜ろうなんですね。不純物が取り除かれていない状況なんですけど、これでですね、キャンドル作りをやります。個人で私が教えるんですけど、私もなんせ初めてなので、まずは見本作りをやりたいと思っています。ビール瓶ですねを切ったものがあるんですけど、ここにろうそくを入れて、まあ、芯も一緒に入れて、これでろうそくにしたらどうかなと思っております。
はい、今湯煎をしています。このトウモロコシのカンカンに蜜ろうを入れて、で、この五徳とかがいらんしいんですけど、五徳がないのでこの穴が開いたお玉の上に缶を乗せてですね、湯煎をしています。蜜ろうを追加するときにちょっとだけ周りにこぼれちゃったんですけど、いい感じに溶けてきました。はい、とりあえず、この型の瓶に入れまして、シナモンをですね、刺したところです。これで、固まるのを待ちたいと思います。はい、一晩経ちまして、こんな感じになりました。まだ底の方は固まってないんですよね。シナモンの木の皮がなかなか火がつかなかったので、ユーカリの木の皮をですね拾って帰ってきました。オリーブオイルに浸して乾かしてから、芯を使うと燃えるってことだったんで、今それで、やり直しています。はい、3度目の正直のキャンドルです。急な思いつきで宝村へ行くことになりました。着きました。到着です。到着です。撮りますよ、座ってください。銅像があります。ゲバラの銅像です。カメラウーマンが写真撮るから。だいたいボリビア あのクリスマスはですね、カトリックが多いので、こんな風にキリストの誕生の飾り付けをやります。で、12時を過ぎると真ん中に、イエス様がね、生まれた赤ちゃんがね、置かれるんですけど、まだ生まれてないので、はい、何もありません。25日を過ぎるとこんな風にですね、キリストの誕生が表されて、赤ちゃんがですね真ん中に置かれています。ワジグランデが新年を迎えました。12時の鐘が鳴っています。新年を迎えるとですね、各家が花火をあげます。はい、ということで今回の動画いかがでしたでしょうか。今回久しぶりの更新になったんですけれども、ワジグランデの街の雰囲気とかですね、買い物の様子、市場ですね、たくさんの野菜が売られていて、ヴァジェグランデは野菜の産地なので新鮮な野菜がとても安く売られているなと思っています。それから年末の様子ですね、イゲラ村にも行ってきました。ちょっと残念だったのは、イゲラ村に着いた時に、
カメラの電源が落ちてしまって、その村の様子を詳しく撮影することができなかったのが、残念です。また次行くことがあったらですね、ちゃんと充電バッチリにして行きたいと思います。この動画いいねと思ったらグッドボタン、それからチャンネル登録をよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。またねー。